あ、そういえば音は大丈夫ですか？音の大きさなのは問題ナッシングですか？うん。ご機嫌よう、どうかしたんだろう、顔を見れば一瞬でわかるよ、セリガセリガ、めそうないです、退屈から恵まれたいのかい、判定は真偽の連続で、ヴィーナスステイ、踊る街並み、パーフェクトユーフォリア、なんでもないような言葉で泣いたりするし、ほら僕たちなんて十分適度にドラマチックさ、火力スーパースター、オーディオをなぞるこんな深い夜、つながりたい、話されたい、つまり半信半疑、あっちこっち新未来を願う苦前絶後の言葉が、もしもし紡げるなら時間が止まるよ、ああここで終わるはずがないのに。え、大丈夫大丈夫。最新の技術で出た世代のおいしさ、セリガー、ちょっとわかんないけど大丈夫かな、うん、退屈が歌を歌うのかい、おいえさえさせさせみ、あの同じ感じか、あさせい確かな感動、パーフェクトユーフォリア、切っても切れないんだ、いい加減そろそろわかってよ、さあ右手を伸ばせ、なんだくらいよ、なんだかんだんだん、軽くテンションマックス、最後に笑えるぐらいの青春を、夢を見て恋をして、呆れ返るような日々を歌う、ナイフを押すその音との意味が、あなたにもしもしわかるのならすごく嬉しいんだ、やめんべ